おはようございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。おはようございます。こんおはようごばんは。ざいます。こんこんばんばんは。は。こんばんは。今日は井川さんから来ました。井川さんから来ました。確かに。この放送はもう井川義彦準優勝おめでとうございます放送なので、ね、祝っていこう、どんどん。特に関係なくない？いやいや、おめでとうございましたっていう気持ちが大事、気持ちが。そう。ハマチ人生優勝おめでとう放送はいつ？え？毎週じゃ、毎週。毎週人生優勝おめでとうや。思い知ったか。井川はどこや？井川はハレルヤ放送でやってます。当然いないです。祝勝会といえば本人不在。井川さん出ないですよ。なんかツイッターの宣伝するとか間違えて、突撃はどうやろう。後半もミールするかもしれんし、時間なかったらせえへんかもしれん。どうやろう。見て。BM とかもね、BM の人が間違えて、井川義彦さんが放送しますかって。それは無理があるやろ、あのほんつとぶに。やきシェア人切腹ってマキューブやっジ、てた？井川さんキューブやってたよ。井川さんキューブやってた？じゃあまあ僕スタンダードしよう。和骨です。井川さん雰囲気変わりました井川ね。さんではな本いで国すが設ね。定されました。累計ポイント数がいつも1500ありがとうござにいなまりましす。た。いつもありがとうございます、広告設定。毎週してくれるからシね。ルバーおめ。井川くん、シルバーおめ。おめでとうございます。どんどん祝ってこう。お祝いコメントお待ちしております。どんどんお待ちしております。はい、じゃあ優スタンダー勝ドしよっ祝いかな。&5時ツイートで売名と株もやるやん。準優勝祝い。そう、売名ではございませんって書いてたでしょ。売名じゃないですよ。よし、今回はデッキ紹介しようか。まず今回は環境名人戦井で合っ川てさる？んおめでとう。いつも放送も見てるよ。ブグがいた。そう、イカさんおめでとう。いつも放送を見てるよ。は裏の放送を見てあげるべきじゃないの？大丈夫？二面打ち？はい、じゃあ今日のはあんちゃんが使用した BG ですね。ハレルヤの環境名人戦合ってる名前。ジムール紅葉を使ってみジムルた？コを使ってみてないです。最近みんなに多様なデッキばかりね。そうっすかね。塩まあさんまあ。もケチらの控えそう。何それ？そんなデッキあんの？それだったら赤タンエルドラージの方が良かったかな。赤タンエルドラージでもいいんやけどね。白タンを、あったわ、白タンオケチラの日。なんかもうパッと見て弱そうやから嫌やなと思った覚えがある。あの実赤際タン弱どうすかぎ知らん。てチケとかした。あの赤タン弱い？よかった。ありがとう。あれ？なんか俺が思ってた白タンは白タンじゃない？ちょっと、まだちょっと強そう。こっちの方が。すごい、2マナ22でスウェーベン回収すんねんや。破滅すでごいデッ注キや目な。してるカードある？まだスポイ全ラー部見デッてないんでキすはよね。公式がすぐ載せたがるからな。もしかして今回もまだスポイラー見てしゃなぶだい？な、先言ったった。当然。ただまだ出てないでしょ、フルスポ。見る意味なくないですか？ちょっとは知ってますよ。ロナス最後の馬抵ダッ抗とキかス知ってクますよ。ロー。あ、そう、馬ロードも知ってる。5マナ55。やったっけ？
き池みたいなおもちゃあるやん。そうなの？結局全部出ないとって感じは毎回してる。僕も別に全部出てもって感じしてるからね。プロツアー終わってから強い息教えてくれって感じの。髪切った？僕髪切りましたが、髪切って初めて先週切ってなかったっけ？いつ切ったか覚えてないわ。いつか切っ、土曜かな？土曜切ったんか。そうだね、切った切った。ありがとうございます。ヒゲは剃らないスタイル。はい、こんばんは。ヒゲもこうしてたら映らんから大丈夫。大丈夫大丈夫、見えへん見えへん。ヒゲなんかあってもなくても一緒やから。ハマチさんらアトランティスの王のことなんて呼んでる？ボーラスで何かデッキ作る？ハマチさんら、いやバラバラでしたね。なんだ、クーヤンが、クーヤンがアトランティスって言ってた。アトランティスってなんか。で、俺がウナキンって言ってて、なんかリュウジだけがアトキンって言ってて、アトキンってなって、あの投票になりました。聞いたことないよね、アトキン。ウナキンってどういう略なん？ウナ、あのウナギなんですよ。マーフォークイコールウナギみたいな感じで、それの王様でウナギキング、略してウナキンです。ウナキン。は、金は王ですね。金色の金じゃないですね。キングの金です。ウナギキング。そうですね。ウナギキングですね。ウナキン。正直選択肢どれも聞いたことなかった。まあまあ、まあ。確かにロー、みんなロー、別に普通にやるならロードバウタロンティスか、なんかロードとかやね。こんばんは、最近どうすか？最近、雑、最近どうすか？元気です。そんなに無くないけど、マーフォーク、明日プレミアムフライデーだけどどう思う？ウナキンスカイウォーカー、イカワさんには目もくれずハマチさんに直行しました。コメント多いね。ありがとうございます。和骨です。ブグイっすね。BG でしょ？僕のデッキじゃないですけど。BG、久しぶりに回すか的な。赤タンが弱すぎるっていうのはさっき教えてもらったからよかった。俺の12チケがドブなら済んだ。とりあえずまあやっていきます。はい。今ブグ作業感ある。マジで僕期待早いけど。安定してるイメージがないですね。 BG 安定してるイメージがない。あれ真逆のこと言われた。どれやろ。 BG エナジー。はいはい、飛び込みます。サイドボードとかもよく入ってるカードなんかよう知らんけど、コピーして完成させただけやからサイドボードあんまり波に入ってるか知らんけど。ビジ宮来た。ビジみんなやってんのかな。環境に合わせてシフトしやすいよね。リーグケムールカラー多すぎ問題。何か見たことないデッキで買ってほしい。トークンわらわら系。何か見たことないデッキで買ってほしい。無理があるんちゃう。ゴールドフィッシュ見たら大体乗ってるしね。トークン笑う気はおるよね。アブザン紅葉。アブザン紅葉じゃないか。アブザントークンか。アブザントークン前の環境の最後に使ったら、当然霊騎士だって古いから。訴訟問題。ティムールやん。すぐティムールやん、ほんま。スターフォックスにやってほしい。まだない。ジムール体感8割くらいおる。へぇ。松本優輝が競技ハム戦に登板してたらしいですが、まされたんですか？ソフトバンク？そや公式によるとレイキー家とほとんど同じデッキだから。俺ヤマ持ってきたよね。ニッサラスンか。ニッサラスはないか。なんやろ。霊気との調和ちょっと強すぎちゃう。霊気との調和強い。これ相手も10個構えてますね。多分。あれキューブじゃないの？キューブじゃないですよ。赤緑エネか。あ、赤緑エネルギーか。確かに。その可能性はある。
プト破滅の刻が近づいてきましたね。はい。プト出る？出ないです。出れないです。危ない危ない。エキスパンション名のせいで不穏すぎて笑う。うーん、難しい。もうジャイグル打たれるなら今のうちに打っとくか。今の環境ロナス強ない？京都破滅の国プロツアーのデッキ決まった。日本選手権出れます。小町さん日本選手権は出ますか？日本選手権は出ます。将棋の竜王ぐらい取れば特別に出られるらしいですよ。シルバーだと1個しか権利もらえないんでした。シルバーはそうです、どれか1個ですね。GP 京都トップ8だと次のやつが出れますね。日戦手前も賞品こんなんやったん？いや違いますね、日戦は賞金でした。ハマチさんも次はゴールドで権利毎回もらってほしい。こういう時結構選択肢あってそう難しい、今むちゃまさに困ってる。井川くんの放送ってここ？井川くんの放送はここじゃないですよ、先に言うときますけど。日本選手権頑張るのであったらサインください。します、なんぼでもします。違うな、これニスター白がまし。黒緑ってディムールとの相性はいい？悪い？なんか冴えない髪型のメガネが右上にいる。はぁ、ハマチさんの放送あるのに井川くんの放送行く必要なくない？今からでも賞金つけよ。分かる、いやそれつけれるもんならつけたいでしょ、みんなみんな求めてますよ。怒りハマチ好き、僕怒ってない別に。ティムール、クロミドとティムールの相性いい、僕今この環境クロミドまず初めてなので今んとこ分かんないっす。なんかでもリュウジがクロミド使ってティムールにドブンされて負けたみたいなこと言ってた気がするけど、どっちなんやろ。さんのヒゲってキューティクルすごいね。キューティクル、そう竹ひろ切れさせたら大したもん。長州小力みたいになってるやん。井川くん後から来るって言ってるかも。言ってるかも。ハマチおじき見に来たぜ。なんか土地もうちょっと欲しいね。ジムールはまあまあ3ターン目なんでまだ手段ないから。まあそもそも相手のデッキテムールじゃなくない？相手は多分赤緑エネルギーですね。僕はあの森からなんて何だっけこれ、霊気とのなんちゃらで。ハマチさん基本土地はその環境にある絵柄使うの？ワンパンマン来てくれ。いや僕基本地はだいたいあのあれ使ってます。大好きチンパンジーなんだけど、マーベルが一体ママだチャンス。名前が分からへん。グルラン使ってるけど、今回はもう作ってそのままにしたから、デッキリスト読み込んでそのままにしてあるからランダムです。そんな入ってんの？ほんまに投げ飛ばし入ってる。すごい詳しい。そんなデッキあるんやね。マジだった、わら。ハンデスこれ予言者現る。ビビる。ハマチさんってユージさんとマブ対戦相手じゃない？フィニッシュ手段として優秀だしね。このデッキよくある。へえ。さすがにゴンティーいらんやろ。眠くなってきた、やばい。除去飛んでこない理論やろ、こんなんいらんやろ。減らせ。ワンパン即死投げ飛ばしスコ。そう、あれ やりたい、俺もやりたい。何やったらいいけど全く分からへん。トラッカー弱そうやな。トラッカー減らしたろ、いいんかな。そうなんで、まあ、やってから考えよう。実質激闘兄弟か、あとは静電気式とかかな。ビグスの中では一番ハマチさんがユージさんと強さそう。
まあ大阪やしね、同じ大阪やから、それはまあ。クーヤンも大阪ちゃうん。クーヤンは大阪ですけど、僕ウナキン派っす。大阪ですけど、あれじゃないですか、ビックスじゃないじゃないですか。なんでウナギっすね、マーフォークの魚。ハマチも声出すの忘れるの。仕事中のクーヤンって高圧的なの。いや、そんなことないですよ。どんどん出していこう。絶対出さへんな。マグマスプレー、そんなカード入ってんねや。赤緑相手にマグマスプレー、ちゃう、緑黒相手にマグマスプレーサイドにすんの何。あ、まあグリーンとやれるのか。クーヤンとリュウジって上司と部下なの。クーヤンとリュウジは上司と部下ですね。紅葉かと思われたのかな。タカリア、タカリア入ってる時があるんか。言うて結構当たる生物多くない。まあスタックまで入れたらリシュカも当たるね。リシュカとボブ、まあミシュラやれる、ミシュラやるんでかい。まあ目の前に バリスタもやれるか。イカワ君の放送を追い出されてほんまくそ。やっぱハマチさんがいた。そう、人気放送は追い出されるからね。危ない危ない、もう負けそうやけど。これ絶対ミド巨人乗せたらまたマグマスプレー打たるやつじゃん。ハマチさんの放送は一般会員でも安心して見れる。あっちは口が悪いからあまり行きたくないんだよな。これはグサどうか。俺はやるよ。じゃあ8八にするか。8八トランプルの方が何かとやりやすい。6六にしたら別に殴れるっちゃ殴る。殴ってもこれだ、あっち口臭い。あっち口臭い、そんなことは言ってないやろ。なんか、ん？ 5 までしかいい感じ。5、5、3いっとく？ 3 いっとく。やばい、なんかマグマスプレートの人たちな。66でいいで。66でいい？じゃあ66にしよう。88がいた。意見割れてる、意見割れてる。66で殴ったら相手でかぶつ当選し、まあ一応霊、何やったっけ、2マナの3点、蓄霊があれば今のところ88でも落とせますね。エネルギーなくなりますけど。ファクト破壊あったらどっちにしろダメだし、ファクターがとか、まあ、マグマスプレーあってもこれやったらちょっとハマんのよね、対象取ってるから。88いた？ 88 いたちゃう？ 3、3、1にする？ 77 も88も変わらないやろ。66で通るなら、それはない。ひよってニコニコ、ひよってニコニコ、それはないみたいな。4にしてどうすんねんみたいな。まあ分かんない、塩ってニコニコにする？ひよる？巨大ロボは正義、どっちしろ破壊される危険性あるならバリスタの方が良くない？いや、このターンにマグマスプレーされるっていう可能性があるんで、メインはもう蓄霊でどうせ死ぬんで。1-3、1-3、今1-3、33-4、33なんでやねん、阪神関係ないやろ。13って何なん、この1は何してくれるの。1にしてこれやるってこと、こいつ倒すってこと。40はまあありキャンセル。40派、40派と13派がおる。
ヒヨって22派おろし機やで。実際どうすんだろうな。実際8嫌やな。相手プレイ遅いって思ってそう。実際遅いしね。ヒヨってるハマチが見たい。そう、ヒヨって。ステージ残る。いや、お、なんか、真面目なコメント来たから、それにするわ、じゃあ。13にするわ。なんか、一番なんか普通の理由来た。俺、ヒヨって22とかよくわからん。ハマチってブッパ派？いや、これね、結構悩む。これ悩む。相手の顔見て考える。MO だと、きつい。相手の顔ないから。相手の顔チラッと見て、マグマスプレー持ってそうやなと思ったら、巨人によってやし、チクレイしか持ってませんよって顔してたら、相手のアイコン見て決めよう。アイコンはね、相手にどっちが嫌か聞いてみたら、で、13。13来た。13にしよう。アンケ。いや、ちょっと あんまり、むっちゃ来た。広告設定のおかげでむっちゃ来た。おお、これはまあ全然。13正解でしたね、もうね。機械学的ゾンビさんほんますごすぎ。そう、すごい。ズブズブやで、BM と。身内やろ。身内やったら、ちょっと、いえ、お金使いすぎでしょ。社長の可能性。ゾンビの目的が何か気になる。広告するより店でカード買ってってクイアンが言ってた。そらそうやな、わら。顎に乗りついてない？ベンツのコピペ思い出すよね。特化コーナーだけ利用してるやで。広告が設定されました。累計ポイント数が2700になりました。すごいすごい。対戦相手さん。ワンちゃん即死しそう。大丈夫でしょ。塩分高そうな破滅のコクをブムさんでカートン買いするで。ルナかな。お、ありがとう。カートン買ってくれるの。だいぶ塩分高いよ。プレイヤーしかもセットアウトしてないんじゃん。今回もブムでボックス買うと送料無料？多分そうじゃないですか。ムトグよりブムさんが好き。ボックスにハマチのサイン入れてくれる？緑のいらんやろ。乗ってどう思う？ロシア語カートン予約してるけど正直公開してる。わかる。これ山じゃないの？山って。ヨグイルのリメイクみたいなやつどうすか？歌んかったよかった。え？そんなんあんの？塩分高いからこそカートン買いしてブムさん助けたい。破滅のコクも実売150円になる。山置いてないよね。
やんね。ほんで山やろ。パック150円っていつ以来やろな。パック150円はまあセールやからね、あれ。常にあの値段じゃないでしょ。ミニブースターはそれぐらいだったかな。遊戯王かな。また投げられそう。最新パックが250円って相当やばい。250円相当やばいね。頑張りすぎてアモンケット塩まみれよ。99、これ何、3回パンプできる7。ハマチさんは基本的に箱買い派、シングル派。3回6、7、8でいいんか。8でどうせ2体ブロックしなあかんな。これだと死んでるもんな、6点。マストブロックやね、入ってるよね。9にしたら3回。7、8、9、9、一緒やね。もう一回にしたしようと思ったけど、別に線でもいいかなって感じが。どうせ相打ちやからね、9にしても8にしても。こう線でも勝てる。いや、勝てるかどうかは怪しい。2点した方がいいんかな。した方が良さそうではある。して2体アタックして、トランプルで3になるからクリーチャー引かれへんかったら手札減らすの見せる方がやばくない？いや、手札は実際別にあんまり1枚でも2枚でも大して変わらんと思うけど、あの8で殴るか、どうせ2体ブロックし。絶対2体ブロックやんね、これ。そんなことないか。一応これ止める可能性あるか。これだけでブロックされた場合は、これだけでジャンプしてきたら次のアタックこれ、その場合はこれ出したらいいんか。それでいくか。うさんくさい、うさんくさいな。今のブロック相当うさんくさいけど、え、買った？買った？ん？謎。謎でした。パンプせず、パンプせずやばない。なんかあるんかと思ったけど、でもハンデ山やった気がするけどな。違うのか。相手暴力の激励なかったか。あっても十なんで、ああ、それとブロックが変わるんか。とりあえずキープしようか。
とこにグリーンと参加したいな。出た。さよなら。ちくれ。ロナス出てきた。ロナス。そして俺のこの沼沼沼せちがらい。あ、そう、ロナス2枚ぐらい入ってるね。そういえば言われたら、言われれば確かに。これでハイドラで負けやん。怖っ。次ハイドラ。そうですね。あっさり。確かにロナス2枚ぐらい入ってたね、言われてみれば。現環境ロナス対処できるデッキ少ないよね。そうですね。次行きましょうか。残念、残念、死んでしまわれた。瞬殺。仕方がない。この流れは相変わらず恐ろしいな。あれ強いですね、ロナスハイドラはすごい。サイドボードが全然分からへんかったな。見てこれ、同系っぽい。ミッサーや。1234定期拠点から打った方が一応一応多い。相手のロナスどうなった？相手のロナス負けました。処理できず。こっちの方がいいか。こっちの方がいいな、多分。ロナスははよサソリに食われろ。ややこしい。馬トークン出すしかって強い。馬トークン出すしか強い。どうやろう。どうやろう、謎。あの馬2体で行った方がよかった。でも他に馬のクリーチャー思いつかない。
アクロスの木馬しか出てこない。あれ馬なんかな、それすらも分からんけど。魅力巨人や、どうあんねやろなこれ。112か。でも殴られへんのちゃう。グールーマ、確かにおった。墓地から帰ってくれたやつだったっけ。121、ヘビ？ヘビそんなでかくする意味あんの？すごいの引いた。ブリンの翼馬は馬じゃなくてペガサスか。チンスポって今週末？さすがにやめた。大きい方にした。さすがに巨人でかい方にするか。いや、どうなんでしょう。ヘビに2個乗せる人はあったんかなと思うけど、どうなんやろ、分かれへん。どこがミスってると思った。リーシュか。こんばんは、まちさん。はい、こんばんは。プッシュ引け、プッシュ。インチキ、インチキのようにプッシュ引け。死んだ。インチキのほんまにプシーだ。君たちは何も見てない。いいね。引きが小学生。インチキ。君たちは何も見てない。あれ、ゴンティサードにおる。引きがひどすぎる。あ、はい。いくら払いました。さすがにリーグ1回勝つたびにお金払ったら破産するで。相手は多分さすがはハマチさん、うまいなってなってるんだろうな。いやいや、実際うまかった。実際勝ったし、勝者だな。見た、実際勝ったよ。そうなんだろうな。今日の
ハマチ引きが若くて嬉しい。1戦目負けたけどね。とりあえず真面目に無得してる人だけど。いや、俺別に今ミスり倒してトップしたわけじゃないからいいやん。認識装置って何チケで買えるの？ここまで仕込み。そう。今カンペ見てたから。考えるふりして上のカンペ見てたから。今ポケットからプッシュ出したの見えましたよ。何したらいいのこれ。サイド後さすがに除去除去 全投入全然わからんけど後手のこいつがやばい。オブ入れる。オブ入れそう。確かに後手のこいつやばない。多分オブでも入れとけば。兄ちゃんちょっと上着脱いでみ。カンペ次プッシュです。後手のこいつやばそうよ。生物飛ばしてあかんのかな。やっぱりしたね。減らしたらね、昔減らしてたんですけどね、あんまり減らさなくてもいいっていう。ソブリン、ソブリン入れる。確かに見どころにはソブリン。バリスタは2枚残し派。じゃあ2枚残す。まあ、タイガーやばい。多分マイナイオン入ってないねんけど。そんなことある。マイナイオンは入れたいよね。トラッカーも全員入れ。トラッカー減らすか。トラッカー2でいい。でマイナイオンにする。角入れないの。角入れんの。まあええやろ。バットリバツコ。バットリ抜くの難しいな。もしかしたらキランあるかもで。マングル。よしマングルや。意見も全採用。ただいま意見全採用中。今は意見全部断ってないじゃん。重いから全部入れた。言うて相手もそんな除去入ってないやろ。トラワクソ。相手もソブリン。ミラーのバリスタ2枚。ソブリン。角入れた。バットリ抜いた。防御あれ？え、全メインまさか。メインちゃんこれ。防御入れないの。いや、というかメインちゃう。時間ないって言おうとしたら切れた。わら、セーブした。は、わらわら。サブミット。あいつだけ強くてニューゲームやん。王女しますよ、そんな。サブミットしてないよ。あかーん。4点食らってまう。プッシュ引かな負けてまう。メインで完成されてるからな。意見全採用キャンペーンの意味。現状支障がないから大丈夫。意見を全部聞く。入れる。4544。さっきの不正の点中。6688 OK。頼む。プッシュ行け。もう一回プッシュ行け。俺ならいける。これプッシュあるやつやもんな。プッシュされたらこんなの終わりやけどな。5か。でもこれ止まらんもんな。ミド巨人次出したわ。次ミド巨人。次ミド巨人を考えるとするスルーして何本にしたらいいのこれ。ミド巨人に4つのして99にしたとしてもこのキャブさん10やからあんまり意味ないよね。2体ブロックちゃう。おプッシュないと思うんだけどな。プッシュない。内容見あれプラニがあるんか。プラニがあってもハマるんか。それはあかん。プッシュ引いたらええんやで。別にここで8点くらうのは別にいいんやけど。相手も抜いてる。プッシュはなさそうやけどプラに食らいそう。次リシュカーと巨人でダブブロはどう。そうする。 1,2,3,4,5 袖から出せば OK したら何本なのサイズ。
いや、それやるとライフやばない。次4、まあ、右の2人4点は当然で。リシカってマナクリ枠？リシカはマナクリ枠、まあ単純に強い枠ですね。3マナ3、3に横に1個乗せるっていう能力ついてるんで、普通にカードとして結構強い。止めてジャイグル打たれても負けやしな。合理的すぎる枠。ヘビリシュカーはインチキだしね。そう。バイライフ電車つく方がきつい。プッシュあったらでもどうせ負けてんちゃうかな。何かあったら負けでよくない？最大値取ってこ。まだプラニがありそうやな。プッシュはないと思うんやけど。これプッシュあったら、いやプッシュないと思うんやけどね。プラニがありそう。プッシュや。プッシュあるんや。引いたんかな。ヘビリシュカーやりすぎると取り締まられるで。まあ何かあるやろ。プッシュいた。ある？これ何除去るん？どれ除去ったらいいん俺は。プッシュずっと隠してたんか。え。何を除去ったらいい？一番寒い展開。さすがにこれか。これ止まってないもんな。しかも俺エネルギー1しかないし。つらっ。次巨人が正解だったか。いや次巨人でもプッシュあったら一緒ちゃうかな。負けてたんちゃう。プッシュあったら、まあ、でも俺もプッシュいてるもんな。ややこしい、だいぶややこしい。プッシュ構えて巨人出てなかった？プッシュ構えて巨人は出てましたけど、あの巨人しか立ってないですね、クリーチャーが。それをやると、相手のハンド分かってても負けてそう。バリス耐えたらどの道紛争されてダメそうやったね。相手ガン回りだからどっちにしろきつい。てか城の広がり方やばい。こんなんの顔文字きた。顔文字無理。これはでも無理そうや。普通にむっちゃよ。ミシュラも2枚あるしね。むちゃくちゃされてる。プラニプラニプライオンやからね。しかもバリスタまでもしっかり。盤面でもライフでもハンドでも負けてる。相手気持ちよくなってるな。全追放でワンチャン。ここでバンプ最後の打算。マイナヨンまであんの。むちゃくちゃするやん。むちゃくちゃしてきた。軽っ。さあサイドボードします。ブンブン。まあ僕はサイドボードすらなかったんで、まあまあ次こそ、次こそは。そういえばクソ親父最後の一振りって美味しいの？美味しいらしいっすよ。さっきの控え師されてるやん。わら、ハマチさん髪切った？髪切りました。で番組もいらんわ。これ先手やったらいるかな。さすがにあと3枚も抜ける。何それ、レアカード？トラッカーにする。どうしよう、あと2枚。何話でうまい飯屋教えて。ギリジンみたいにすると思ってたのに。ギリジンってあれ、ラーメンズ。お釣りはうまいよ。
塩系好きな人ならぜひ。僕醤油好きですけど、リュウジ塩好きやな。リュウジログ？リュウジログ違うと思う。今回あと1分50秒あるからね。あと2枚。トラッカーの4枚はちょっとすくみにしました。わかんないんで。あと2枚。リュウジはなんか塩っぽいな見た目も。状況？魚介系でうまいとこある？魚介系はあんま知らないですね。リュウジは塩分の取りすぎちゃう？僕東京だとあそこ好きなんですよ。断るからな。豚骨リュウジ。竹末東京っつって押し上げにあるんやけど。あと1個あるな。ただあと2枚抜く。押し上げは東京ちゃうで、リュウジの好みとかは全く知らないけど、一応スカイツリーやるでしょ。だと思ってる。普通にやるならバリスタが少し。ニッサじゃん。ニッサあんま強くなかったイメージあんねんけど、ニッサって何に強いの？最近リュウジさん痩せてきてるから陰で努力してそう。バリスタも弱いね。バリスタはなんかとどめの人差してるから。舐めてる？ランドロックやけどこれ。強そう。ここ好きっすね。押し上げにあるんですけど。もうきつい。相手早いとつらい。周りが痩せていってリュウジが痩せてるように見えてるだけなんじゃ。いや、リュウジに痩せてるらしいですよ。写真は別にうまそうじゃないな。さあ、マジックしよう。押し上げてほぼ千葉？ほぼ千葉じゃないですか。重曹の麺の用事せあおぬぬめよ会計。用事 C。 用事 C って名前。林くんと体重割ったらバランス良さそう。エネルギーゼロやけど。頼む、プッシュ食らってくれ。めんどくさいからプッシュ食らってくれ。いいよ、サービスや。よかった。トラッカーってどうしようと思った。池袋のメドウくらいしか。メドウ了解。強いの来い。弱。衝撃の弱さ。ミハハマジでうまいよね。いまいち。相手の年かっこいいな。プッシュのがよくない。これ何やろ。オデッセイやで。オデッセイ。お、え、オブマイナス、マイナスか、マイナス。いいよ。ただで奪ってるんだから。まあ、これオブプラスやるでむっちゃきついね。だいぶ弱い使い方やな。なんでマイナスなんやろ。あ、ゴンティ返しされた。単数にゴンゴン。マイナスする。相手ソブリンだったりしてね。マイナスする。アタックする。オブ割れる。プッシュする。嬉しないな。プラスする。相手も掌握。こういう時大体相手の方がいいやつ奪えてる。全然嬉しくないな。プラス。プラスやばない。プラスするか。除去除去でよくね。除去除去。除去、まあ除去除去やな。
どっちかしかやられんし。プラスもありっちゃありやけどね。プラス、うーん、まあこのターンは待っても良さそう。除去構えでも良さそう。まあオブエクシス出してマイナスすることはないと思うけど、除去派ってさ、オブも除去やで。全部除去やで、これ4枚。プッシュな、プッシュ打たれんからな。とりあえず前に何する？ここ前に何するのありやけど。オブのプラスはまあありかなと思ったけど。でミド巨人とかやったもん。言うてもプッシュで除去できへんけどね。オブのプラスは、いや盤面やとあれっすね、5点しかないんで、6あるんで、まあミド巨人かリシュカーが出てきたら落ちる。ミシュランおるな。いや、あのプッシュのマナがあるんで、6マナあるんでプッシュは打てるんですよ。ここに相手のターン待ってもいいけど、ヘップルも垂れたら嫌か。ヘップル次巨人出たらやばくない？巨人出たら前の4しかないんで一緒じゃないですか。プッシュがもう打てないんで。まあ、一応スタックで巨人できたスタックで巨人前の4でやって、殴ってきたやつぶち相打ち C のマナ出してプッシュは今のルールできへんな。相打ちっていうのはできますね。でマイナスっていうのはできる。ただそれやるとマナないから、ミシラでやられる。ヘップルヘップル。ヘップルって何？元豚にって当たり前のように略語使うよね。ヘップルって何？なんか悲観と加点からプラス、ヘックスプルーフ、ノロキン。あ、呪言？このターンエンドで、殴ってきたらミシュランも含めブロックして、多分ノロイキンのことでしょ。ヘックスプルーフ、空も宇宙望遠鏡よ。ワイはミシュラで構え早め。僕も構える派ですね。これはハップルじゃ。オーブンミクシーズ出しといて言うのなんですけど、僕も構える派です。ラッキークッキーヤシロアキー、ヤシロアキー、どうしよう。ケンタッキー、ラッキーマンなしかしすぎるな、わら。2332。もうゴンティでいいか。ゴンティと除去で、まあ、オブはもう。あなたは今幸せですか？オブはもう諦めよう。ヘビーマイナイオンプッシュって構えたらどうなるの？ヘビーマイナイオンプッシュにする？これってまだ出されてないよね。出されたこれ。あ、出されてるわ、これか。俺のやつか。ヘビ前のようにプッシュって構えるか。オンティと除去1枚というよりは3枚動ける方が良さそう。まあオーバー落ちると思うし、そうするか。ありあり。とりあえず構えるというよりプッシュ今打たなあかんね。プッシュあるかもですが、プッシュはまず打たなあかんかった。引かれるカード。ハベリ。で、ゴンティでいいや。今そかり。これでいいや。あ、死んだ。ミド巨人かゴンティかどっちや。ゴンティかな。ゴンティ。ゴンティやな。ゴンティ。
オブニクシリスさん死亡のお知らせ。ゴンちゃん、ゴンチ、わざわざスタックしたし相手ばっとり残してんのかな。アド的にはそうね、ゴンさん。ヨンチ。サンチ。ここでランドは嬉しい。ミキチ、マハモチ、一枚は引かせるか。先土地じゃないのか、危なくない？いや、なんかどうしよっかなってぼーっと考えてたから、多分相手もうなんもないんかな。さっき土地でやってるよ、さっき土地でやってる。なぜ藤本放送は大きいおさむにされてしまうのか。僕ちょっとぼーっとしてたよ。危なくない？マイナヨンか、プラにするかマイナヨンするか。マイナヨンするのはここやね。さすがにカード引かれたらやばいか。5点食らえるもんな、全然。ここの5点は全然食らえるから、それでいいか。まずいですわ。そういえばハマチの本名藤本だったね。はい。殴らんかった。なんでこれ殴らんかったの。蛇は別にいらんけど。藤本ハマチ、藤本貴弘。同型はカード枚数が勝負。そういえば相手何取ったんだろ。相手はあれですよ、あのこいつっす。僕のやつ出しました。にこいつ出しました。そうだったのか。はい。石川優陽。石川武弘ね。気づかないうちに結構殴られてたのね。ゴンチのデザインええよな。藤本、エッチ、タケヒロ。はい。すごい重くなった大袋感。でかっ。やったか。割と概ね。土地。大福郎さんと比べるのはさすがにおこがま感。ここ数年でゴンチ一番スコ。勝ったな。風呂ハマチズルした。ズルしてない。フェアプレー、常にフェアプレー。でもまだ厳しい盤面。ご無礼、ずるい、また音声認識装置使ったん、ずる。君いやー、一緒やったなー。いやー、一緒やった。相手もうまかったし、うん、すごい一緒やった。
いい試合だったね。次行こうか。チート、わらわら。ハマチはポケットからすぐ出すからな。シャックラーとの間に忖度があったんやろな。明日股間かゆくなるよ。ようかゆなるから。右手光ってない？来た。相手にいくら払ったん？薬塗った？薬塗ってない。今日家忘れてきた。股がかゆい分引きが強くなってるな。デリケアむずいよ。ようかゆくなるって結構遊んでるの？デリケア、デリケアいいって聞くね。調べた。お、ええやん。いや、また僕ね。がかゆくなるかゆくなったら、最近暑いから普通にね。そう。汗かきやから。一度塗るの忘れるとかゆいのが癖になっちゃう。また相手同じ？また相手同じじゃないですか？あら、そっち？こっちでよくないですか？死にそうやったし。嫌いしん。ポリベリーも塗り放題で気分がいいよ。土地がね、イヤブグが多いだけじゃないの？エネルギー2個にしとけばもし生き残ったら一度ローできてたかなと。あ、セットランドの話？セットランドの話、確かに。前世紀アブザンアグロより多い？そうそう。いかに僕がぼーっとしてたかがバレてしまう。はやばかった。しっかりしなさい。このタイミングでスタンやってる人って相当暇人だよね。そうだね。かゆっ。環境名人ハマチやぞ。言うて霊気がなくなったし環境は健全。負け。お疲れ様でした。不得スタニアした昭和ね。ハマチは1戦目と2戦目遊ぶからな。2戦目2戦目遊んだ。負けてるやんけ。マッチやばい、むっちゃ明快。なんで暇でもなんでも無得楽しいから何やってもええんやで。股間から移った。目薬さしてきてもいいよ。股間がかゆいのが移った。股間触った。手で目触った。メガン、股間、股間うるさいね。目をかきすぎる。なんやねんメガンって。目にデリケアエムズしよ。これしかない。その名は名探偵。看板息子とか言うからプラさんやね。プラさん、プラさんやで。プラさん目に金管塗ってみよう。騙されたと思って。騙されてるな。プラさんやで。プラさん、またすぐずる。
デリケア塗ると遅くなるよね。そうなん。よしよし、またゲームなるよ。ハスコイン、ハスコイン行きません。和骨です。井川さん準優勝。いや、井川さんおめでとう。井川さん準優勝おめでとうございます。書きすぎて若いのに白内障になる場合だから気をつけて。ありがとう、気つけるわ。そんなにでも書きすぎてってこと書いてないから大丈夫やと思いたい。解散や。エネルギーですか。はい、エネルギーです。あんちゃんのコピーですね。解散。はい、解散。おアンケート、まだ参る。おアンケートで、で、で、ミラーですか。ミラーですね。ランドマイスも全然違いますけど、ミラーです。鉄壁上。本体。本体ですね。なら通せば。うん、ブロックしちゃった。僕もニッサやと思ってブロックしたけど本体やったね。どうしたらバリスタで行かれそう。ニッサは落とされた。せめてランド控えんかな。本体なら通してればまだ全然戦えたのに。あ、土地止まってるのつらいね。まだ全然戦えたかな。それほんまかな。何点。6点。886.89が2体。8、実質4でしょ。嘘です。12点通したらさすがに盤面やばそう。次も土地で。ここから奇跡の逆転ファイター始まるよ。殴ってきたって。トランプルで何で入んの。11.2。ハマチ筋肉マン。ギアハルクホールドがさっきから決まってるね。こうする。これならプッシュとプラにやっても死なないはず。難しいって。今デッキ大丈夫。絶対プッシュあるしな。こんな2になってしもないもんな。チャンプしてもらわんか。これならプッシュだけやと二度巨人出せばなんとかなりそう。フラニ。ワルのパワーに負けたら最後未来か闇に閉ざされるんやで。
ちた。1対2やけど。これならまだ88が頑張れば。マイナイの私、お。あー、エネルギーゼロか、でも。しかもランド引かんっていう。66。かぁ。つら。次巨人出せれば。そうはね、全然違ったのに。ギアハルク頑張れ。しかもそれ。盤面支えきれないな、これは。8.4。いや、一応次閉じいけたらいける。まだ。足が詰まったのがつらぽん。一応次途中引ければ、死ななくはない、死んではない。死んではないな。一応生きてる。まだいける。プッシュで落としとく。いや、ブロックしてからで。現在あるとアウトだが。今引かれた1枚なんで、それも諦めます。手は今引かれたやつしかないんで、引かれたらもう僕は別に。そうですかってなります。お、マイナイモンやめて、マイナイモンマジでやめて。でいけそうやな、いけそう。よし、やったか、受かってる。よし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 。あったらさっき使ってるやろからな。いや、どうでしょう、耐えた。あ、そこ使ってる、使って価値確認してるか。吹き返き打たれてくれ。バリスタトップされないことを祈る。強いぞ。相手にシュランバ見ないのか。ないですね。あったらもうなんか特に死ねそう。よしよし、いいぞいいぞ。流れになってきた。次勝つやん。いいぞ。バリスタ来るなよ。イエーイ。不自然にマイナスしたのがバレずに済んだ。ズルした。ズルしてないよ。あんだけ土地止まってるのにズルしてるわけない。優勝してまう。まくったんこ。さすが逆転ファイター。何逆転ファイター。主さんうまいけどプロやる。マングローム入れよう。なんか随分余ったけど。ミスさえ言わない。さすがビグスリーダー浜地さん。リーダーじゃないですよ。なになになにしよいよ、あかん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 。このうまさはプラチナやろな。筋肉マンをご存じない。筋肉マン知ってる知ってる。嘘やけど。プレーンバスター。ブレーンバスター。
パロスペ、パロスペシャル知ってる、知ってる、知ってるよ、パロスペシャル。ドチャクソマン、クククハマチはビクスでも最強。最強では絶対ないからな。日本チャンピオンおるんやで、ビックスには。開催に寄せて書いてたで。重っ。重いけど、まあ7枚最強。ハマチは幼少からちゃんと教育受けて、ハマチの反応の仕方って女子高生みたいよね。そういうとこあるからね。ムヒケアのハマチさんを舐めたらあかん。いや、そりゃもめにサイドしたから当たり前。リアクションが。ビックスとウェッジって友達？ビックスとウェッジってあれ？ FF7？ FF7 やったことないな。6までしかないねん。これは流れきてるか。ほんま？どこが流れきてんのこれ。ヘビ出ただけやけど。完全に3万のマナクリ。あと閉まってるやん。いや、これで世知辛い世の中やな。あ、いいやん。結局一緒？一緒じゃないか。そうだね、あと1枚とちければリシュカも死んでもたし。次アンタップとちければ宇宙。そう、宇宙殴ってきたらどうしようかな。さすがにスルーするか。2体とも死ぬことはないと思うけど、2体どっちか、どっちか死ぬことは。土地止まったまま3枚ホールドも見たい。僕の理想は除去ってくれてオブのマイナスジャイクロで稼いだ。どうしよう。あ、3万なんてらあり。頼む。え、で見しろあれ。残念。惜しかった。まあ次のターン確定したし。そうっすね。どれかは出るんで。さっきのさん、エネルギーゼロになったのに今5あるじゃん、これ。こういう場合、ハルクなんですかね。いや、まあここの動き次第かな。
なんで相手先に土地出してしもたのか。フル一応俺2マナ立ってたから2ペアやね。なんか構えてたのかな。小枠構え、小枠構えもでも別に土地後でいいと思うけどね。現在的防御ぐらいだろうか。いやそれでも結局1マナは立てる、さっきおじさんも1マナは立てれたからなんでやろ。またミスクリックやと思うけど、それか考えた結果と最初と違う行動にしたか。最初は5マナのやつ出そうと思ったけど、いやったらやっぱトラッカーにするかみたいな。ぶっちゃけミスグリだと思うが、そうさっきランド置いてもうた。緑穴が後だけじゃなかったっけ。でもミシュラはずあ森がってこと。でも霊気拠点があるんで最悪そこから出せるんで。オブマイナスでかわされたらバリ寒いな。いやミド巨人ちゃう。トラッカー先出しだと黒黒構えられない。あそうなんや。森を先に出さないと黒黒出せない。黒黒が出せない。いや黒黒は別に僕のなんていうの、僕のターンに構える必要はなかったんじゃないって話じゃないの。相手のターンでしょ。相手のターンに、相手のターンに黒黒立ってる必要はなかったんじゃないですか多分。まあ小悪においを握ってる気がする。プッシュプッシュとか。プッシュプッシュはね全然いいよね。ここはオブ。プッシュにだったらもう打ってるはず。そうだね、プッシュにやったら少なくともこっちには打ってるね。防御されるかもしれない。落ちた。確かにボブに打ってますね。難しいなぁ。別に2体ともどついていいんじゃないかっていう考えがあるけど、2体ともどつくか。蛇だけ立たす？そう思う。蛇だけ立たすってなんやねんって話。オブ2枚目あるしね。うん、1オブ落ちても問題ないし。てか威迫とミシュランだよからね。結局除去あった時に通ってしまうっていう。2体とも1体だけ立たしてっていう意味ないし、2体とも立たしてたらね除去あったら結局一緒っていう。1体殴るの損してるから、それならまあ2体殴っとくかみたいな。またトラッカーやん。次のトラッカーでもランドプッシュって引かな。オブ割れてまうで。うわ。あかん。もうオブじゃ。オブじゃ触れないバナティだ。残すのはあかんやろからな。そうですね。除去引けたらいいんですけど。2ドローで。まあ、塾増やしてるから1枚ぐらい引きそうやけどね。引いた。しかも最高級の2枚。
チャンプしよう。で、2体ともミシュラと合わされてに、オーブンに移動使えたら落ちちゃうんですけど、まあ、その時はミド巨人でモックス乗っけて芝居立ったらいいかなと思ってるんで。ミド巨人か、ソブリン、ソブリンか。マングローンは入れてあるんで一応。一応マングローンは入れてあるんで。飛行止まらないからやばそう。いや一応ね、次4つ乗せてプラ2で 10点しばくっていうプランはあるんで。まあ、今のところソブリン乗れないんで、ミド巨人とかが、あ、こんなカードあったね。相手が考えずに殴ってきてくれたらワンチャン。隠された効果マイナスか。プラスやといけるんやけどな。マイナスやもんな。これで足らんくなった。そうですね、これでもうマングローン引かんと。引いたらいいんやろマングローン。早い話。蛇とハルク相打ちさせた方が良かったと思うが、それで引けたら苦労はないわな。知ってたか。先手のトラッカーなんかあんまり。プロなら引ける。ニッサはやっぱいらんよな。ニッサ弱い気がする。さすがに、わら。いや。マングローン入れとこう。あれあったし。ハンデスでもいいかもしれんけど。でもさっき相手の日殺良かったよ。日殺はハマると強いけど、ってやつですよね。ん？今日殺強かった？なんか。あった？序盤ニッサ出たっけ。終盤のニッサは別にあんま強くなかったけど、それはまあ、てかソブに入ってないんだけど、なんで。並び合いになった時に奥義できるのが強みかな、まあ、わろた。並び合いってあんまりならなそうやけど、これでいくか。ニッサは普通にゲーム作れる。黒までいける？じゃあ緑までいける？いけるか。引くやろ。無理に追い。なんか引くやろ。そう、なんか引くから。すぐ相手だけこういうカード打ってくるからな。まあ俺も引かんな。緑マナが。いやもう分だけを考えよう。緑黒ってあんまり詳しくないんですが、マーダーって今弱いんですか？ここは耐えてる。いやマーダーはあんまり強くないんじゃないですか。やっぱ普通マーダーってカードがそんな強くないからね。それとプレーンゾーカーを持つ方がいいんじゃない？ヘロエス。これが通れば緑マナ出るけど。リシュカ取っといてもね、リシュカのだけにのしても、トラジョクヘビ、それ。あ、そうか。
そうですね、2つに乗らないんで、これだけにしか乗らなくて、マイナヨンとかだったらあんまり意味はないんで、これでヘビを除去って、なんかエネルギーを得まくってから、最強のムーブ得まくってからヘビが出てくるっていうちょっとちぐはぐな動き。これでも次ね、リシュカーで44と45で殴れるんで、色事故ってるから仕方ない、はい高望みやりましょうか。1枚リシュカーでもよかったか。1枚リシュカーでもよかったな。エネルギーで乗せると思う、うん、それだとマナがでんくなるのか。やっぱりニッサ微妙だな。ニッサはあんま強くない、5点の時は特に強くないと思うけどね。先手はどうやろ、先手は守れたら強いかもしれんけど、所詮やってることチャンプやからね。プリーチャーっぽいバリスタ。後手はね、メインから抜く。ラスアナとかあれば強そうだが。ついに念願の森を手に入れたぞ。ヘビ、ヘビがマシ、ヘビがマシって何、どういう状況。1233って。まあヘビはどんだけいでも嬉しい。そうっすね。まあ一応ミド巨人が来て。バリスタ5にされてもまあまあこの布陣なら一応キバナガ銃のいるこげで、まあまあまだ投了ではない。今来たけど井川義彦さん要素はどこですか。あ、井川さん優勝おめでとう、優勝じゃないわ、準優勝おめでとうございます。はい、これ井川さん要素です。皆さん祝いましょう。家でボソッとおめでとうって言っといてください。何マイナス1カウンターデッキって、マイナス1カウンターデッキって何、そんな時期あんの。うわ、また最後もミールで井川くんボコってほしい。祝うなら向こうの放送行ったほうじい。え、この人は違うの。じゃあこのメガネ誰申し訳要素すぎる。うわー、引いた、我ながら引いた。普通にリシュカーだ、ヘビリシュカーしてる方が、普通にヘビリシュカー出してる方が良くない。
真面目にずっこいなあ。終わりましたね。うむ、その方が強かった。終わってそうやったよね、ヘビリスが出したら。ちょっと休憩します。飲み物取ってきます。ご飯食べたらね、10秒前に放送ブースついて飲み物ってなった。エレベーターがこんくてさ。飲み物、投稿者コメント書いてます。今飲み物取ってきます。井川くんおめ、おめえ、和骨、ハマチ波長も元気ですか。井川ハマチヨシヒコ、この取ってつけたような江川要素、わら。ただいま。今なんか話し声聞こえたと思ってさ、僕の喉だったけど電気消えてるし誰もおらへんかったんやけど、何これ。この事務所幽霊おるらしいよ、噂によると。ただいま。俺かな、取り憑かれました。おった、またお化け出たの。ようお化けおるからね。阪神7連敗。龍二も帰りました。そういや収集で入れてないんやね。え、じゃあハマチの後ろの人誰？龍二さんとグーヤンが暗闇でエロいことしてるかも。井川くんの話もいいけど、この放送見てるらしいビグス仲間のミックスの話もしてあげて。ミックス、あ、そう、ミックス記事書いたからみんな見てあげて。マーフォークの何だっけ、アトキンやったっけ。出た、わ、どうやって行くんやったっけ。このホームページほんま、どうやって記事ページに行くん。確かビッグ M1 のプロフィールから飛べたのね。記事の閲覧数ってわかるの。ほら、来た来た。アトランティスの王なんて呼ぶってやつか。はい、ひとみくん、これまた記事書いてくれたんで。またこのハプ、ほんま海藻謎い、ハマチにも使いにくいと言われるハプ。でもね、結構1ヶ月ぐらい前の放送でね、もうボロクソ言ってるのをちゃんとご意見としてあげたから。実際ひどいよね。このサイト出てくるたびに叩かれてんな。ひとみさんの記事見やすいからな。そもそもアトランティスの王ってもう競技レベルじゃないし。え、モダンの魔法で入ってない。このバリスタがおるときのさ、バリスタがおるときの F6 聞かないのやめてほしいよね。ごめん嘘ついた。あ、多分忘れてたよね。このハプを作ったのは誰だ。出た出た、ほんま。おるおる、ほんま。
蛇抜くやつ、蛇やつ、出た出た蛇やつ。まあフォーグ出たのデッキでも入ってるのってネメシスの、ほんまもう。ていうかもうこれ何やねん、これこのデッキ何やねん、知らんぞこんなデッキ、何すんのこれ。前の位置、お蛇目立ってる、ローリーさん今週放送ないんですか。4マナで44っていうだけで強いのにハンデス付きとかもうね。ちょっと前ラファエルレグイガモで使ってた無色探偵。へえ、そうなるんや。これが本当のヘビメタ。ローリーさん今週やってないの。火曜日とかやってたんじゃん。やってないか。 A さんやってたね。マイナー1カウンターデッキイフミルのマジンで。あ、これさっき言ってたやつ。まさかさっき言ってたやつ。明日クヤンの放送だからローリーはなさそう。44、あゆつる。そろそろ黒田さんの放送が見たい。黒田さんも放送してほしいよね。無色の特殊地形てんこ盛りとエルドラージバリスーターみたいなデッキ。へえ。あ、久しぶりにスタンダードで初めてやられたかもしれない。黒田のおじきはしのぎが忙しくてのう。ミックスさん放送ないの。ハマチはベガスでバッファローしなくていいの。めっちゃ出るやん。プッシュとか入ってんのこれ。このブロックやばい。日本選手権にカコつけて石出す気はありそう。いや、さすがにないんちゃう。日戦高すぎるからなんとかしてどうだろう。はじはじ。ハチハチにする必要なかったな。まあなかハチハチどうのこうのというよりも目の前で三体ばらまかれてオーベンダール見えてるからね。勝ち目ないよね。もう負けてるもんね、どう考えても。これで7以上やったら炸裂のか。強いんかなこのデッキ。面白そうやけど。ノブもそろそろ降臨しそう。なんか俺のランドやん。ようこんなめくれたね。え、10万あるやん。はい。完全にメタ外やろからな。でも無理やん。ボコつるやん。怖っ。日差マイナスの方が良かった説。日差さ、日差はでも絶対無理やけどさ。あ、そういうこと。ニスタに殴られるからってこと。ソフトバンクの先発 A さん。 A さんじゃないです。 B さんでもないです。数年前のドライチです。
15万の眠らクールも出るで、今15万なるやろ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、惜しい、14万 F さんかもしれない。 A さん買ってるやん。めちゃくちゃされてますけど、招集登場。ああなるほどね、その2体さくるんか。トークンさくれば出るよ。はいはい、はーい、トーク、はいはい、マナクリ、マナ出すやつでインサクって多めになるね。はい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 、まだここは2歳でしょ、まずは2歳でしょ。はいはい、むちゃくちゃされてまう。 A さんタッパあるからピッチャーできそう。ベガスもアメフト選手がフィーチャー呼ばれてたし、日本もプロ野球選手がビグムギグ所属かもしれない。次裏もぐ来てくれー。ジュージューと88じゃなくてどうなの。ジュージューがこれ対応になるだけ。寒発展通ってそれ寒怖っ。じゃあ88だけで殴るか。つまり負けってこと。はーい、マイナス1カウンター置かれそう。はーい、あ、そんなランドあったね。軌道軽、無理やおーな、なんなん。オーメンどうにかする方法ってある？ないです。ないです。グラスプ2枚ぶち込めば OK。 闇の掌握2発2枚しか入ってないけど。裏モブどうにかする方法もないね。ないです。秒で答えた。わらわら。ないですよ。ニッサ弱そうなんやけど。何もせんかったよ。出される前に勝てばオッケー。ソブリンは？ソブリンもやば、弱そうやな。から掌握。こいつもやばそう。トラッカーのほういらんか。よう分からへんな。マングルホンなのほんまにいいのかな。マングル1枚にしようか。パリスタ4はいらんな。デッキに4いらんすよ。感じるか。ニッサって何用なの。マングルミア痛りトークン焼けるからバリスタ強かったりしない。4枚入れるほどでは。引ける引ける引ける子やわいわ。配信入れないの？横に並んだらカウンターなの？配信入れんの？何入ってんの？忘却マキとマイナヨン。ってことはゴーゴーも入ってる？配信強い？そんだけ抜けたら強い？なんで配信なレジェンド以外やったらあかんの？なんかレジェンド抜くんかな？あまりにマイナーで中身わからんな。忘却マキちゃん、忘却マキ、赤身取り系にロナス、ハイドラ止めたりで石力には残す。まあ見てないけど、スマッシャー、作り変えるものとかも入ってそうだが、配信は青巨人に強いです。青巨人も入ってんの？ああ。ハンデス的な意味で、この時に青巨人入ってないよね多分。
すごいイラストよねこれ。ソブリン抜けないとね。ソブリンそんな入ってんの？あんまり今の環境が悪いんけど。エネルギービートダウンむずない。僕期待の方がいいわ。今の環境が混沌としてるから、ただ豪なソブリンはよく入ってるイメージ。スタンのソブリンってただ強な感じがする。まあカラデシュドラフトで一番引きたいって言ってたからね、みんなソブリン。それぐらいは強いから、リミテッドで1万ってことは、まあ構築でも全然ワンチャンあるでしょ。除去って6号飛行やもんね。ないで止まってるけど動いた。あれ、あれ、除去されにくい赤タイタンはそりゃ強い。殴れた。ソブリンとアムコ両方来たら悩んで、ソブリンと理想プレリで出た。なんで何台が即負けドロップしてて何があったのかと。ドビンはまあ、セーフ。これ悩ましいな。悩ましいね。ゴンティから。ゴンティから。二度ハルクかトラッカーと思ったけど、ゴンティから。先に8でもいけそう。トラッカーで5のターンドローするか、3点か、トラッカー。そう、トラッカーでトセットランドして殴ってもいいし、ゴンティで相手のデッキの中身みたい、配信的に。ゴンティからちゃう。ゴンティはでも、ゴンティは別にいつかは出すから、いつかは見れるって、どうせ4枚しか見れんしね。除去見れないので、ゴンティは殴ない、わら。なくないってどっちやろ、ややこしいな。トラッカー、ゴンティは楽しさ重視です。楽しさ重視。いや、ゴンティ次でいいかなと思う。やる間にトラッカー使いたいな。トラッカーもちょっと違うかなって感じがする。そう、ミド巨人で4に何かあるん？4って何かある？ワイは巨人。楽しい放送しよ。ソブリンケア。あ、ソブリンケア。確かに次ソブリン出るもんな。何台？バリスタ、無限。3マイナス3とか？巨人。トラッカーはマイナス3修正されたら何も残らん。マイナス3、あ、2体？マイナス3、2発。こいつ、まあ、5と6にするか。いいやろ。え？土地置くの？ん？まあ土地は置こうかなと思ったけど、タップインやし。止まってんの相手。これはさすがにもろたちゃう。相手ほとんどマグロだったし、まあ
土地止まってるんはもらいましたわ。何これ何これ、いちいち出すの。ブロッカーか。いや、スルーですね。シーン6マナ1、2、3、マナ用っぽいね。マナ加速か、マナ加速。6マナである必要があるんかな。防却巻き、防却巻きやったら5、8、防却巻きやったらこれでいいか。それなら除去したいな。いや、防却巻きやったらだってゴンティ出して除去ってアタック車買ってるんで、2アクションの方が。防却巻きならグラスプでいけるからいい。はい、そうですね、ゴンティでいいと思います。僕はグラスもあるし。そうだね。これでこれで勝とう。除去で多分通るやと思いますけどね。ない鼻で笑った笑いやいや、2万緑巨人に売ってバットリー2マナ2マナ2マナ3マナやったからね。ランドなかったけど、もうちょっといいの取りたいなと思って。そう、プラス3マイナスみたいなもんや、ね、プラス3マイナスみたいなもんっていうか、プラス3マイナスやったっけ。プラス3マイナスか。93九三トランプになる。マイナーを打てば五マイナス一になる。相手さん止まってます。考えてるから何があるんだろう。まあ忘却巻きじゃ、普通に考えたら忘却巻きやけどね。それだとでも そっからのさらに倍率ドン。相手のデッキおしゃれだけど弱いな。ハマチーラさんに3000点。なんや、いちいちか。今度こそ勝った第三部完。次ちょっともっさりしてるだけですね。ハマチ見た目より若いからおっさんネタに反応せえへんで。フェータルプシやばい。なんかもうクリ。これマングローン結構割れになるな。これで15歳だからね。だいぶ老けてるな。一応マナクリとエンドレスワン。エンドレスワン、エンドレスワンってアーティファクトじゃなくない？ただの無職さんやで。ニートやで、ニート。え、ハマチさんってホモなんですか？なんで？プッシュの対象。あ、プッシュの対象ね。プッシュか。フジリンダンとダメって聞いたんだけど、はいはいはい、15歳でこんなヒゲなのか。
カーメンとかもヒゲあるしセーフ。どうセーフなんやろ。ハマチとユージが一晩を共にしたってマジ？ん？マジじゃないよ。痛い。なんでマジじゃないの？ほ、難題の受験者。なん、あるかねこういうこと。くさ。ハンドやばない、わら、おふざけ、わらわら、わろた。負けそうっていうのまた約束の刻、二倍ランパン、から神殿に積もってくる動機ってマジで強いのかな。タイムワープしましたな。完封されんねんけど、バリスタに。バリスタに完封されそうなんですけど。ゴンチチ出世編やんくさ。約束はモダンでこそ本領発揮。ちょマジでプッシュいけて、プッシュ。ウータンでもいい。一回相手が裏モグ出すとこみたいな。アングルホーンでもいい。お！裏モグ入ってるんだろうか。88出してよさげ。バリスタ引いた、ウレスタでバリスタ出したけど何がしたいんこれ。これだいぶ一番いらんやつ出した気がすんねんけど今。おじゃないやろ。バリスタは相打ちだからいっちゃんなくない？知らんかな、うん、いやいや今言ったやった。俺の方が早かった。なんかバリスタ引いたから出したけど意味なくないこれ。ゴンの出資書さんではほんと88でいいのに。相手のプレイもそれでいいのか、わら。相手もぬくいな、わら。相手なんかもっといいプレイあったん？え、相手なんか今以上にいいプレイあった？あれ？手札何もないのか。手札はだって3枚これ抱えてるからね。それなんもないやろ。マイナス1を桁でしょ。マイナス1を桁？あ、これ？これ？ってことは、ん？相手は何もしないでよかった。マイナス 1？ 隠されすぎた。マイナス1置いてでも何も起こらんくない。そうするとマナが減るしな。何も起こらんくない。何か起こった？別にこれはおかんでよくない。とりあえず88だぞ。さらちに88。ハンドが不明だけど普通にエンドしてるだけでよかった。
回1で汚して再びファイ。来た来た、裏モグ。引かれてた。違う。すごいね、引いた。わらわら。おい、わら。かわいい、わら。なおトップ。めっちゃ出んねんけど、なんかくれ。これまさかバリスタ2回トップされたら負ける？それは負けますけど、11-2=9、9じゃな。ソブリン、ソブコちゃん、ソブリン半分に入った。ソブリン、ソブリンはでも、オーメンコちゃんも足りないな。やばい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 、黒マナがない？黒マナがないか。黒マナがあったら行かれてたな、これ。ちゃうわ。そうやね、黒マナがあったら行かれてたね。危ない危ない。で勝ちか。普通に5点入らんでも、掌握とかどうのこうのより。あ、登場ね。ソブリンに登場ね。ソブリンに乗ってくるはず。はい、そうですね。ソブリン登場で3点になってたと相手は思ってる。ふう、危ない危ない。良い勝負だったな。いい勝負だった。3-1してるよ。この調子でいこう。最後勝って、勝っても井川くんおめでとうって言って終わろう。意外といい勝負してるのに、くさ、わら。いや、あのでいい、そんなにチャームやばい。主さんもしかしてプラチナ？ミスターって言いまくってたけど、主さんもしかしてとどめ色？とどめ色？とどめ色って何？とどめ色、とどめ色、違う。とどめ色。とどめ色とは正確な定義のない色。ラベンダー。青ざめた唇の色とか青技の色。
強い。ドドメじゃないのか。ドドメやね。ドドメ色やった。青ざめた月の色ということでいいか。あれ青色や。またかよ、わら。もったりハンド。クリーチャー出してくれるなら、これトラッカー切れて出しただろうな。ジェンドか。あれジェンドか。いや、なにこれ何これ、これは何ですか、これは何ですか。カオス五色だった、わら五色わらわら謎デッキペンです。五色の短冊。デス、イス、サンク、ゴッド、ユーアノットプレイングマイデック。I was so scared。は？あー、なるほどね。また当たってないデッキでよかったみたいなこと。ブルッテンじゃねえよって言われてる。ハマチを恐れている。アザシタ。アザシタ。アザシタではない。お。丁寧に除去されてる、ね。戦術にしてスリドロー。おう、藤本武宏さん本名してビビるわ。フィルターしてきたってやつはい、フルネーム、わら。すごいデッキやな。これは勝てませんわ。初めて除けることあるのかな。ここから将軍とか来ねえかな。フルバやけど、今んとこ勝てるビジョンないけど。ダズリ将軍ってまだスタンにあるの？ありますよ。ゲートウォッチのレアなんでありますよ。もうダメだ。おしまいだ。基本土地より安いとされた神話レアか。これ青緑ミシラでしばかれまくる。相手良い感じに自己実現してるね。江戸派ではガチ。見事な再生でも入ってるのかね。あざした映え。あざした映えする。相手はフィニッシャーなんなんだろう。今から出てくるんちゃう。
見た目越しコントロール老害に見えるほげー青巨人とかじゃないの。フィニッシャーはパクればいいという発想、電動しか使わないカードの話はやめろ。パクられた、わら。検閲最調査検閲ぐらいは入ってそうやけど、相手のマナベース天才的やな。普通に知りたい。これは放浪する森林出てくるんじゃね。修練マックスで。ん？プッシュか。まずデッキコンセプトを知りたい。これだけ楽しいデッキを作り上げたんだから、クリーチャーなんかに頼ってほしくない。コンセプトは見るからにコントロールやろ。これノンクリーチャー変えて。どうなんでしょうね。合同勝利でしょ。群青。白日婚だと思うけど。F6 押してたから飛ばした。なんもないけど。7点ゲインかな。あ、服用の接近ありえるよね。てか普通にミシュラランド起動されただけで負けんちゃう。三三二体で。コンセプト見ればわかるやろ。わら。ディアボリックチューター。気になる。何で勝つんやろ。服用の接近っぽいけどな。並まないし。シーズンズパスとめんどくせえ。めんどくせえ。わらわら。あ、懐かしの季節コン、わら。え、見ようよ、わら。完全な殴り殺し、見えわらわら。見たやん。相手の心を折るデッキやったな。そっちだった。ガチで面倒なやつでくさ。おいおい、相手電動でしかもハゲかよ。フィンケルかな、相手。スカイソブリン持つ予想。いや、スカイソブリンはどうやろうな。ゴイロ季節とか風流やん。除去全部抜くん大丈夫かな。なんかサイドから入ってそうやけどな。相手ジョニーマジックだった。ちょっとだいぶマジックされた。これいらんか。趣を感じる。緑巨人よかは良さそうかんない。誰がこれ88ででかいからな。スカソ、スカソって何やん。スカイソブリンか。あれとかないんですか。あれ入ってないですね。でもミシュラン、ミシュランあれやで、青緑ランだったで。白黒もあったけど。そもそもでも先手の場合もうカード余ってんのよな。現在で希望よは強いんじゃないの。
前除去なければ。ヒールカードがないんやけど。パッと見バリスタは弱そう。角いらなくね。角いらん。バリスタはほんまに1か2でいいかってレベルね。ゼロにすんのはちょっと嫌いかな。ソブリン。ソブリン。ソブリンは強くないやろ絶対。確かに時間危ない。じゃあと30秒でしょ。リシュカ減らす先手やしな。まあ、魅力陣減らす普通に。それとバリスタ減らすか。ソーサリー除去をエアローって読みのソブリン推しの人がいてるんじゃないかな。まあ、これでいこうじゃ。まあ、いらなそうやし。コントロール相手のソブリンって。バリスタゼロ。多分いらんと思うけど、まあまあせっかくやし65飛行、別に入れても死ぬわけじゃないし。まあ、しかおるしね。相手なんか言ってる。相手はあのサンクゴッド You've not playing my deck。 多分まあ当たったことない相手と当たってうんたらかんたら的な。I was so scared って書いてるから多分負けまくったんちゃうかな。正直ソブリン弱いと思うけど残ると強いし。最後は花を持たせてくれってこと。いやそういうことじゃなくてさ、だいぶ前に当たった時に。お前は友人より弱いって意味やで。どんな意味があんねん。多分あの当たった時にミドクロと見どころと当たったことないからまあよかったみたいな、そういうあれやと。プランが変わった。これは強い。ゴマナでバニを蹴って弱い。プリズム結界やろな。沼ある、だるだる、2枚ある。1枚やったらいけたのに。これなんなん。ソブリンで負けそうなのくさ。いやいけるいける、キャスターと1枚抜いてるからいける。いけるよこれは。ソブリン入れといてよかったんじゃない。はあ、これをくらえば一たまりもあるまい。よかったよかった、出さんでよかった。ブリンブリン、リシュカー出さんでよかった。緑巨人ならもっと楽だよ。そうだね、今思った。出した後に出さんでよかったと思った。リシュカーリシュカを出す前提で頭にやったから。
でもなんかあるんちゃう、投了されへんけど。お、キャストアウト3枚目引かれてる。うい、いいね、いいねじゃねえよ。それでも土地握ってたのがトラッカーで無駄にならずに。まあ、ドロー自体よかったね。1ドローなのに、なんでパワーがそんなにもあるのか。何これ何これ、何されんの。相手5色エンチャ破壊ないっけ。高揚してないんかい。わら、うほほ、すげーの来た、わら、だっぷー。いや、あれは破壊不能多いからいい除去じゃない。高揚してたら全然いいですけどね。惜しかったっていう、キャストアウトをサイクリングできてたり、アーティファクトが墓地にあれば。殴ってくんのってことは他に除去なきゃいった。あ、マグマスプレーか。プッシュ？一応プッシュ構えてるのか。プッシュか。なんかこれが、これがな、これのせいで判断できんかった。マグマスプレーかなと思ったけど、プッシュもあるんか。ちょっと足らん。こうなるとやばそう。そうやね、4枚やから寝て。予言ブラフ。パウペアやってるといろいろ注意するようになるで。パウペアしよう。パウペア、うわ、バリスタ抜いたな。バリスタやっぱ抜かんかったやったな。だってかスカイソブリンのとこが見せたね、明確に。でだ、来た、わら。明確にスカイソブリンのとこが見せたね。あそこ、あそこ全然リシュカ出す意味なかったから。リシュカやな。そうやね、あそこやね。ちょっと調子乗った。何回収された？どうせフェータルプッシュ、エボルビングワイドルド、フェータルプッシュ、ハーネスライトニング。ねえ、なになになに。ちなみに緑巨人だと多分足りてた。いや、緑巨人と入れ替えたんだっけ。何と入れ替えたか覚えてないや。はい、負けました。3-2でした。テストムックか。あざした、あざした。テスト向きは、あれ、ない。テストね、あれ、アジカンさん、あった、勝ち越しおめでとう。イエーイ、3人した。そんなとこやぞ。はい、チェスト向きます。6個もあったらね、なんか出るでしょ。この日のために置いといたんで、5個ぐらい。おめした。1個目、あ、無敵の参加や。僕このカードね、グランプリ岡山でシールドやったんですけど、3枚引いたんですよ。1枚光ってて、何すんのこれ。ライフがライブラリーの数なのか。衝撃やった。3って書いてあったから、何の顧問やろうと思ったら、ね、これやった。それは何ができるんですか。まあ、8マナのソーサリーで、ね、ライフがデッキの枚数の分になります。リシュカー出してでもよかったし、結果としては裏目だったけど、子がもう見習って400個くらい貯めといて。ここもちょっとね、やりすぎ、エモをやりすぎ。いや、どうやろうな。でもラスゴありそうやったからさ、
単体除去というよりは、ちょっと欲張ったかなって感じがするよね。難しい、ちょっと難しい。単体除去やったらスカイソブリに除去られるとしたら、まあ、別にリシカ次のターンでもよかったから、うん、あのターンにリシカじゃなくてもよかったかなって感じ。さあ2個目いこう。エンチャント破壊って入れないの？お、3チケやったね。これ何？あ、コモン。これ何？コモン。エンチャント破壊はまあまあまあ入れてもいいんじゃないですか。僕あの今回はアンちゃんのコピー使っただけなんで、なぜ入ってないかちょっと僕には分からないです。エネルギーの数覚えてないけど、もし結構数があったならリシュカーだけ出すってのもありだったかも。そうですね。いやリシュカーじゃなくて22の方が良かったかな。ヘビ、次のターンヘビ引く可能性も考えると、さっきこれ、うん、これ出してエネルギーでプラスして33にして登場っていうのが一番良かったかも、うん。エネルギー数ちょっと僕もあんま覚えてないんですけど、3か5とかやったはず。あ、ウーナズプロウラや、懐かしい。あんま出んけど、あと3つしかないで。頼む、なんか来い、なんか来い。スタンドスティール、どう？スタンドスティール、スタンドスティールはね、いいでしょう、出回ってないでしょう。スタンドスティルはさすがに高いでしょう。出してカウンター。2チケだったよ。どっちの話やろ。2チケもう調べてくれた。どっちやろ。西川のでも どっちもやね。エネルギー乗るリシュカーやと、先出しリシュカーってこと？どっちもさ、どっちも乗るスタックで除去打たれたら、ストブに乗られんから、じゃあもう1個ってなったんじゃ。202やとでも、無理やり4つ使えばいけたかも。どの道どっちもスタック乗って、リシュカーやと先に打ってくれる可能性があったってこと？リシュカーのスタックで打ってくれ。なるほどね。あ、なるほどね。はいはい。あともしかしたらそのクリーチャーないと思ってリシュカーにもう除去、リシュカーのスタックで除去って、実はもう一枚クリーチャーがあってソブリンが止まらないっていう相手のあったか的な、そういうあれも誘いだってことね。そんなことで何も出へんけど、これ4もあったと思うけどね、エネルギー可能性もあったかな。そうですね。確かに、まあ、どっちがいいんやろうね。あ、パクト、どう？白パクトやで。どう？名前がわからん。インターベーションパクト。さすがに見えざる。インターじゃなかったっけ。さすがにもう古い。向こう水な 0.4 チケ。向こう水な実験の時高なったんちゃうの。向こう水な実験から何ヶ月経ってんだんじゃね。ここやな絶対。ここやな、これ2とかやな。ペーパーも3チケなってるやん、知らん間に。はい、チェストもなくなったんで終了です。あざした、皆さんあざした。ん？ MOCS オープンで何？もういる？この時期出られへんか。イカはともみいるしよ。いや、チェスト買って向こう。ハマチさん、チェスト買って向かない。イカは2限界ウルフェイズはよ。いやー、いいかな。お腹痛いし。モミルだって先週やったしね、確か。先々週やって分からした覚えがある。そう。まあ今日はこの辺で終わりたいと思います。
黒木でボジってあいつ A 投手やん。黒木もういいやん。黒木いい投手、いいの取った。ナイスドラに、まあ、ドラ1の山岡もいいけどね。黒木もよかった。中継ぎはしっかりしてんねんけどね。先発がちょっと最近ピリッとしない。オリックス事情。おつ、はい、ありがとうございました。また来週。キューブやらないの？キューブ、いや11時。今週多分ローリーさんないんじゃないかな。ちょっと僕あんま分かんないですけど。お、マジで？オリックスさんあんまいないからね、大事にしてあげてね。今週ない、土曜日ないんかな。ちょっと僕明日が食うやんってこと以外はあんま知らないんで。はい、あるかもしれない、ちょっと分かんないです、分かんないです。僕は BM さんに聞いてください。話のこと紹介しといたから紹介しといたから、はあ、どうもどうも。はい、じゃあまあ今日はこの辺で終わりたいと思います。あざした。あと井川さん準優勝おめでとうございます。ほらみんなもおめでとう言っといて。おめでとう言いなさい、皆さん言いなさい、おめでとう。おつです。はい、お疲れ様でした。パチパチパチ。はい、このついで感わら888あざした。あざした。はい、ありがとうございました。またね、また来週。来週何しようかな。日本で一番有名なオリファンがハマチってマジ。いや、麻婆やろ。それは麻婆やろ。オリファン、近鉄ファン。来週何しよう。プレリ前、プレリ2日前、一番やることない時やな。ファミコンミニする久しぶりに。カービィ、カービィ、カービィ2時間疲れるな。シャドーバース、シャドーバース診断出たし、2時間。誰も見えへんな。視聴者数増えるけど、今日の人見てくれへんよね、多分。国民に。まだ出てない。スーファミミには買うの？買います。買えたら。欲しい。普通に欲しい、あれ。普通にやれたらそこ多い。絶対また怒られる。名前を言ってはいけない会社のゲームはまずいですよ。いや別にビッグマジック的には大丈夫やから。ビッグマジック的には別にサイゲームス大丈夫やからね。むしろ BMO のスポンサーしてくれてるからね。今は知らんけど、ちょっと前。ゲーム性に劣るものをやってもしょうがない。去年そうだったね。渡辺優也杯とかサイゲームスポンサーだったね。